方教室、すくまです。今回はお店を飛び出して、新宿の御嶽寺さんからお伝えしてみようと思います。お出かけにぴったりのこの季節。お出かけというと、お草履を履いてお出かけされますよね。私が着物を着始めた時、これ失敗したことですよ。なんか自分が歩いてる後ろからパタパタ音がする。パタパタおばけが後ろからついてきてたんですね。それはどうしてかということを今日は皆さんにお伝えしてみようと思います。パタパタという音はどこからするのか、皆さんお分かりですか？土の座面を蹴る、その音ではないんですね。横を向いてお伝えしてみますよ。お洋服と同じようにかかとを蹴り上げて歩いてしまうと、草履の座面と足の底が当たるんですね。それでパタパタと音がしてしまいます。お草履は突っかけではないということを頭の隅に置いてください。お草履を履くときには鼻をしっかりと指の股で挟むということなんですね。鼻をしっかり挟んだら、足の裏、草履の上、離しませんよ。くっついて上がってきます。くっついて上がって歩きます。厳密に言えば少し離れますけども、頭の中では離れないんだなということを意識してください。そして着物は筒状に着てますよね。この筒の中だけで足が動きます。これ以上に足を大きく出してしまうと裾もはだけますし、着物の裾の履っかけが傷んでしまうことにもつながってきます。では歩いてみますね。まず後ろ姿からです。一本の線を挟むようにゆっくりと歩きましょう。帰ってみますよ。一本の線を挟むようにです。膝と膝はなるべく離さずにです。そのまま着物の筒の中で足を動かしましょう。そうすることで着物の裾がはだけたりすることがなくなります。基本は頭の中で、お草履は突っかけではないよ。そして歩幅は着物の筒の中、その2つだけ気をつけていただくと、ぐんと美しい歩き姿になります。ぜひ実践されてみてくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。では歩いてみますね。歩くときには軽く上前を押さえられると着崩れも少なくなります。しっかりと挟んで、着物の中で足が動くようにです。外股にならずに、お膝とお膝が擦れるようなイメージですよ。写真を撮られるときには、カメラから45度でポーズを撮りましょう。どうでしょうか？少し足を気にするだけで、着崩れも防げて、綺麗な歩き方になります。ぜひ、実践してみてくださいね。